東松江駅は島根県松江市八田町にある西日本旅客鉄道3位方位線の駅。本校では日本貨物鉄道のコンテナ周廃基地の東松江新営業所についても記述する。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持ち列車交換や退避が可能な地上駅。松江駅までは、伏線、米子方面は、 安木駅まで単線区間である。松江駅管理の無人駅であるが駅舎があり、以前はその駅舎内に自動券売機が設置されていたが、現在は撤去されている。駅舎は単式の1番乗り場に面しており、島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。停車列車が主に使う、下り本線は1番乗り場、上り本線は2番乗り場である。3番乗り場は、 米子方面で特急の通過待ちを行う列車が使用する。東松江を触れるステーション入り口東松江新営業所は旅客駅南東側にある JR 貨物のコンテナ周廃基地である。しかし2015年の山陰本線の第二種鉄道事業免許廃止により貨物駅ではなくなっており貨物列車の発着もない。12フィートのコンテナ貨物を取り扱っており 2017年3月改正時点では、貨物列車代替のトラック便が、放棄大船駅着発が、1日それぞれ2本、1本、設定されている。東松江駅はかつて、岡山と結ぶ、貨物列車が発着し、一面2線のコンテナホームを有していたが、1996年3月に、トラック代行輸送に転換され、自動車代行駅となった。その後、 2006年4月に駅の一部がオフレールステーションとなり、2015年中に貨物駅としても廃止されたことで、かつてのコンテナセンターと同様の形態となった。2013年の豪雨災害で山口線の貨物列車が運休し、そのまま年度末に岡み駅が廃止されて以降、島根県で唯一営業している JR 貨物の施設である。 2018年度の1日平均乗車人員は87人である。2004年度は77人、1994年度は125人、1984年度は84人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。広報資料、プレスリリースなど一時資料統計資料。ありがとうございます。